どうも、雨上がり決死隊の宮迫です。さあ今日はですね、僕はもう小学校2年生ぐらいから週刊少年ジャンプというものを愛読してるんです。まず僕が少年ジャンプにハマったのがこち亀からなんですよね。ちょっとマセガキだったので、兄貴の勉強机の下にエロ本あるんちゃうかなと兄貴おらん間に探ってたんです。今度はこう単行本がバッとあってこち亀があったんですよ。で当時漫画アニメは大好きだったんですけど、漫画雑誌を読むっていう感覚はなかったので、まあ何気に一巻を取って読んだ時に声出して笑ったんですよ。ぜひこち亀の前半見てください。むちゃくちゃですから。よう警官続けられたなっていう。むちゃくちゃしてますから。もうそこでハマって、単行本待ってられないと、週刊で読みたい、毎週週刊少年ジャンプを買うというのはね、僕のもうそこからの決まり事になったわけですよ。でそこからやっぱりキャプテン翼というものに出会って、結果僕はサッカーをすることになり、サッカーの名門校に行くことになり、いろんな出会いを経て今の自分の人格形成をされてるのはもうやっぱ漫画なんですよね。いやキャプツパなかったら僕卒業した高校に入ってないですから。そんな幼い頃からの流れの中、もちろん大好きな漫画、影響を受けた漫画がもう僕の中には山ほど詰まってるわけです。やっぱ漫画永遠に続かないですから、いつかはそれは終わりが来ますよ。もちろん作者の方が高齢で亡くなられたなんてこともありますし、そうじゃなくてもやっぱり人気がなくなって落ちていくこともある、なくなっていくこともあるだろうし、いろんな理由要素で漫画は一生続くもんではないですよ、一作品というものが。でもやっぱ大好きなものが終わってしまうっていうのはもうへこむんです。毎回来るんです。でも鬼滅の刃が分かりますよ。やっぱり愛読者なので、なんとなく終わりの気配っていうのは感じるんです。で鬼滅を読んでて、途中から盛り上がってもさらに盛り上がっていってる時に、この作品終わるなと、続けようないなこのパターンっていうのはなんとなくは感じてたんです。最後もう親玉が鬼舞槌無惨ですわ。鬼舞槌の手前のね、上弦の鬼の下り、もうちょっと上弦の鬼一人一人引っ張れたんちゃいますっていうのはなんとなくは感じてるんです。後半もう言うたらすっごいスピードが上がって、もうブワー盛り上がって、もう社会現象にまでなって、僕は毎週読んでますから、何回かねこう走りながらピョンって飛んだ時があったんですよ。わかります？飛んだんですよ。盛り上がるんですよ。ジャンプして盛り上がるんですけど、もうジャンプの話してジャンプって使うのはどうかと思うんですけど、コンと飛び上がった瞬間がある、何回かあるんですよね。ネタバレするから、もう週刊派がいつも単行本派に怒られる、ネタバレをしてしまうんです。圧倒的にこっちが早いから。だからちょっと今も言えないんですけど、ジャンプしたから内容的にはバッと盛り上がるし、感動もするし面白いって思うねんけど、ジャンプしたらいや次着地が だいぶ飛んでしまうから、最後に向かってすごく早めてしまってるなっていう思ってしまったんです僕は。 で怖かったんですよ。終わってしまう、大好きな鬼滅の刃終わってしまう。週刊派の人はもうすごく感じたと思うね。毎週のことやから、この人それで終わらすのっていうのがね。それでもうラストどうやって終わらすの、どうオチをつけるので、まあ今回これ賛否両論あったとは聞いていますが、もうそれはあっこまで行くしかないでしょう。はい、あっこは文句言いようがないですよ。あっこまで行かないと幸せな着地はできないじゃないのかなって思うから、僕は終わり方は美しいと思います。もう名作たくさんございます。この最終回美しいかどうかあるんですよ。理想の終わり方なんてもう見てる僕らね、ファンはみんな思ってるわけです。ドラゴンボールにしたって 鳥山明大先生ですよ。でもドラゴンボールの一番の終わりどこは
天下一武道会でピッコロ倒したとこじゃないんですかってなるんですけど、やっぱそこはね、鳥山先生はやっぱそっからの盛り返しがエグいですね。もうここまでやろうって思ってた時にフリーザ出してきた時はびっくりしたな。フリーザが出てきた、そのフリーザのナメック星のシリーズに入った時の高揚感、おそらく天下一武道会超えてたんちゃうかな。一番ピークやと思ってたことを超えてくる。いや、声出して多分言ってたわ。当時フリーザ出てきた時に鳥山明すげえなって普通に声出して言ってたわ。そこの仲間、そっから魔人ブーの下りになった時に、週刊版の僕の理想はフリーザ編で終わってほしかったね。魔人ブーの下りでキャンディーに変えられて口入ってビョンビョンビョンなってる時に、いやそれはやめてくれってビジットだそうですね。だからその理想の終わり方、ファンのそれぞれの理想の終わり方ってあると思うんです。北斗の拳な、北斗の拳ももう、いや北斗の拳は特にそうかな。もうラオウで終わりです。もうそれ以降は無理です。玄徳高拳まで、いやでもな、ラオウで終わりだな。我が生涯に一片の悔いなし、もうあれで終わりです。あれが最高やったな。やっぱ蜘蛛の十座とかが出てきた時はもうときめいたな。十座対ラオウ、いやーときめいた。その後のね、修羅の国のシリーズは、まあいや、あれはあれでやけど、もうやめてほしかったな。パワーバランスがね、ラオウ編の時のあの人らが弱いことになってもうてるやんと。ごめんなさいね、なんか知らない人に関しては、理想の最終回というお話ですけども、いや面白かったんです結局。でも僕は全部見てるので、それはそれで面白いんですけど、ラオウの最後のところまでを抜くことはなかったとは僕一ファンとしては思ってしまうので、僕の中での理想の最終回はもうラオウ一辺の悔いなしです。ここで終わっていただきたかった。これどうしよう、何時間やったんやろずっと喋ってられねえけど悠々白書ね。最初は悠々白書始まった時、どうしたって先生、どうした、戸橋先生どうしたのって一瞬思ったけど、途中から面白なったな。霊眼とか出だして、途中から劇的に面白なりだしたもんね。まあ最後魔界編走り抜けて終わってしまったけど、魔界編の前半はおもろかったか。親父の下りとか、ムクロの下りとか、面白かったな、面白かったな。でもまあまあ、最後なんかもダイジェストみたいに終わったので。いわゆる美しい終わり方って言えないのかもしれないけど、あれはあれで素敵やったの。俺は好きやったな。ろくでなしブルースね、前田大尊。やっぱ四天王の下りか。四天王を全部倒した時にやっぱ終わってるな。葛西のシリーズで終わりか。そっから大阪、四天王が揃って戦うっていうのはテンション上がったけどな。上がったけど四天王変やな。美しい終わり方とすると四天王、要は大尊が東京を制した、東京の一番になったかな。っこやな、っこで終わらして方が良かったんやろな。四天王が全員集まって大阪と戦うっていうのはテンション上がりました。テンション上がったけど、理想の最終回は四天王を制したとこかな。スラムダンク、つみ君バスケやってたよね。まあ、そう、小学生から高校まで。ああすごいやんか。もちろんスラムダンク読んでらっしゃると思いますけども、どうした。スラさん読んだこと。え、何年やってたバスケ？9年やってて、スラムダンク、あれ殺したのかな。いいらしいっすよ、なんかすごいいいらしい。いい漫画らしいっすよ。バカなのか。もうはっきり言わせてもらいます。野球プロリーグ、はい、
ね、サッカーのプロリーグ、サッカーですら、ね、だいぶ経ってからですよ、プロリーグができたのは、はい、僕が現役の時はプロリーグなかったですから。あ、Jリーグなかった、なかったですよ、僕この世界入ってからですから、Jリーグは。日本に、日本の土壌でサッカーのプロリーグができることって俺らの時はないんちゃうかって思ってた時代ですよ。そうなんですね。だからあのキャプテン翼の中では日本のプロリーグの話は出てこないですから。あ、今はもちろんあるよ。当時の俺が呼んでたあのキャプテン翼の中での最高形は日本代表でワールドカップに出るっていうことだけやったから。はい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 、はい、今でこそ当たり前のように海外に、海外のすごい名門チームに言ってるけど、そんなこと考えられなかった時代やから、サッカーのプロリーグなんて不可能やろうと思われてたものができたと。バスケに至ってはもっとありえへんと。リーグでお金を稼いでそのもの自体を流行らしていこう、盛り上げていこうなんていう発想自体がなかったと思う、当時。それがスラムダンクでさ、これが出てきたことによって、バッシュね、いわゆるエアジョーダン、あんなものを流行らしたも絶対スラダンですよ。これでバスケもやってない人が街で履くようになり、ファッションとして履くようになって、でとうとう今プロリーグがあるわけですよ。しかも盛り上がってますよ、プロリーグで。それの礎は間違いなくスラムダンクですよ。へえ、サッカーしかやってなかった俺がこんな熱弁しているのに、へえ。高校時代それは読んでないんだって言ったら、サッカー部のやつに、お前バスケする資格ねって言われました。これを機にちょっと見てみようと思います。いや、俺羨ましいねん、そういう人が。今からスラムダンク読めんねん。そんな、これすごい宝やからな。羨ましいねん。この年齢で僕ドラゴンボールも読んだことなくて、同級生やったら絶対友達にならんわ。人生でこれは読んどけみたいなのちょっといくつか。今ずっと言う、ずっと喋ってたやん俺。読めよ。あとどれが一番好きとかそんなんはもう違うんですよ。好きだらけやねん。どれかが1位とかじゃないねん。同じサッカー漫画やけど、キャプテン翼とシュートどっちが好きな、いやそういうこっちゃないんすよ。もうシュートの価値観、俺生涯街中であんな泣いたん初めてかもしれない。まあ、当時あの週刊で僕読んでますよ、マガジン。当時天然素材ですわ。新幹線で東京向かう時ですよ。それちょうど発売日でした。シュートですよ。毎週読んでます。大好きです。週刊誌史上あんなに2ページを贅沢に使った回ないと思う。グランドノッパーとで2行ぐらいで、都市サッカー好きか、ポンとその文字だけ、この2面で、もうね、おえつですよ、もう。ってる。で、新幹線、もう迷惑になるから、もう、でも、あの、デッキの方にバーって行って、トイレの、あの、ね、トイレ、できる、ってもう、号泣。おい、これこのやり方汚いっすわーって思う。作者の人に言うてた俺も。の窓のこの隅でこう泣いてて、ほんでパーッと言ったら、あのバッファローゴローとか当時俺と同じように週刊で買ってたやつらが全員目真っ赤っかでトイレが出てきて、全員泣いてるやんけーってみたいなね、作品があるんです。前半戦のシュートはもうむちゃくちゃいいか、見ろ。あかん、どうしよう、終わられへん。ただあの今回はあの鬼滅の刃が最終回。僕はあの炭治郎のあの優しさ、50にして学ぼうと今頑張っております。いろいろあります。未だに誹謗中傷みたいなのもあります。その人にも感情移入して優しくなろうと。ただね、鬼滅はね、キャラクターがいっぱいいましたので、鬼滅の刃本来のシーズンは終わったかもしれないですけど、各一人一人の物語っていうもっと掘り下げれるよねっていう話なんですよ。スピンオフが絶対一つ一つ相当の作品になるはずなんですよ。長なるなこの話。僕は速攻期待しております、はい、おそらく鬼滅の刃スピンオフ
それぞれの物語が今後始まっていくんじゃないでしょうか。というわけでチャンネル登録の並びに高評価よろしくお願いします。あ、ちょこちょこなんか僕記憶が定かではないので間違ってたことがあるかもしれないですけども、いちいち言ってこないでください。はい、すいません。もうだって何十年も前の話喋ってたからね。終わり。